です。はい、長島会長会長です。ですね、これからランチを食べようとしてるんですけど、今日もね、ここサンディエゴ、カリフォルニア、ちょっとね、寒いです。今、摂氏8度ですね。でね、ご飯がね、昨日の夕飯の、こう、ポークと、ハラピニオン、パクチョイ、キャベツ、のね、昨日の残りをこれからね、温めます。でね、あったったった、冷えたご飯。これはね、なんか冷えたご飯はね、あったかいご飯に比べると、ダイエットにいいとかって聞くんですけど、まあね、冷たいご飯はね、冷たいご飯で美味しいんですけど、まあこれをね、野菜炒めにこう、突っ込んで、まあ、混ぜご飯というか、チャンプルーですね。このご飯をね、入れて食べると、こう、寒い時にはね、やっぱこう、ダイエットとかって言ってられないんで。冷たいご飯をこんな感じで、ね、映ってますかね。ミックスにするといい感じですね。でちょっとね、ちょっといい音がしてきましたけど、ちょっと弱火にして蓋をかぶせるっていうやつで、こんな感じ。今日ね、ここサンディエゴはちょっと雨が降ってまして、まあね、これ電気全部太陽のね、ソーダーパネルからのやつもあるんですけど、まあこう、あとね、エンジンをかけるとエンジンからもバッテリーがチャージできるっていうことで、まあそういう時にね、DC と DC チャージャーっていうのがあって、そのエンジンをかけて、そのバッテリーから、車のバッテリーから、こう、なんていうんですかね、ハウスバッテリーっていうところ、この家のね、バッテリーに、チャージすることができるんで、最高雨が降ってても大丈夫みたいなやつなんですね。まあでもたまにね、エンジンをかけたりすることがあるんですけど、まあちょっと所用でね、出かけたりするっていうこともあってね、ちょっとね、見てもらいましょうね。今ね、ちょっと、外はね、雨が降ってるんですね。ね、雨が降ってまして、こんな感じで。ね。まあ、こんな感じですかね。雨降ってますね。これ、ちょっとお待ちくださいね。ちょっとね、寒いんですけど、寒いんですけどね、スーパードライっていうやつですね。まあちょっとね、ご飯にもこかーみたいなやつなんですけどね、ちょっとね、水分があると、ご飯とかもね、水分がいって結構、まあね、おじやではないんですけど、その、ミックスみたいなやつですね。まっちゃんプロザーみたいなやつ。結構ね、こういう食べ方もありかなとかって思いますね。まあ、なんでもありかなみたいなね、感じなんですけど。まあ、そういう形で、結構ね、冷たいご飯もこういう形で美味しくいただくことができますね。まあ日頃はね、まあいいやみたいな感じでなんですけど、最近はね、寒いんだな、あったかいのがやっぱ食べたいですよね。あったかいのが食べたいみたいなやつですもんね。寒いとね、まあ外もね、雨降ってますし、まあね、いい感じになってきましたよ。ちょっと水分を含んだ
チャーハンみたいな感じですからね。違うか。おい、美味しそうですね。まあこんな感じでね、美味しそうですよね、これね。うん、おいしい。おいしい。あったかい。また野菜、また水玉。ピッ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 ポッ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 。あーたぽっぽっ。